1週間ストロー生活ー、というわけで1週間ストロー生活をやってもらうのはあなたでございます。やったのよ、もうやってきたのよ1週間あのですね、この男が1週間ストロー生活をやったんですけども、そしてもちろんその時にオープニングを撮ったんですけども、はい、この青い男がですね、このオープニングの映像を捨ててしまいました。捨ててしまったんだよな目の前でびっくりしたぜ。ただ幸運なことにですね、中身自体は残ってますので、この後に1週間やったこいつのストロー生活っていうのを見てもらいたいと思います。で、もう一個だけ説明しますと、金曜の19時からスタートしております。はい、ということで1週間なので、次の週の金曜日の19時までになりますので、うんうんうん、そうだね、っていうことはこれ実質8日なので、うん、はい、そこだけ、だから実質こいつは8日やってます。8日やってる。なぜか8日、1日目はなんか何も残ってないの。あ、まあでもさ、そうだよね。でも結果的にさ、1日目ほぼ何もやってないんだから。そうそうそう、19時からスタートしてるからね。と、うん、いうことで、1週間ストロー生活の様子をどうぞ。1週間ストロー生活2日目、朝はそばいただいたんですけど、全然食えなかったんで、もうめちゃくちゃ腹減ってます。昼飯はちょっと食えなかったんで、夜飯もがっつり、もう腹が減ってしょうがないので、もう水分しか取れてない、そばあんまり食えなかったんで、食ってやろうと思います。もうということで、食いたいもん食います。作る料理ミンチじゃい、お玉ねぎじゃい、そうです、ハンバーグ作ってやるんですよ。まあ綺麗な、なりますね、こういう風にね。これちらが細くなったハンバーグでございますね。これをやっていきましょう。そぼろ風ハンバーグの出来上がりでございます。できましたね。いただきますね。さあ、いただきます。どういうお味になったんでしょうか。そぼろハンバーグですね、初めてね。いただきます。うんうんうん、食えるか、食えるか、食えないのこれ。そうだ、ストロー増やせばいい。感じました、4本ストリングスタイル。うれうれうれ。ご飯を惨敗したので諦めました。もう私はこちらに逃げたいと思います。お酒に逃げます。またこのまま行きたいのよ、喉越しを楽しんで。やだねー、これも2日目、お疲れ様でした。うまい。これさえあればいい。うんうん、食えた。3日目、朝というか昼ですね、ちょっと用事なんで外なんですけども、1発目、3日目の1発目、もうちょっと営業取りたいんで、明治ブルガリアヨーグルト、飲むヨーグルトにしました。これストロースさして、営業取ります。うん、いただきます。うん、昼飯ですね。ちょっと外出してまして、いいお店を見つけました。スープストックイン東京、やっとうまいもん食えますわ。うまい。1週間ストロー生活、4日目の朝ですね、サウナに来てます。サウナで英気を養います。その前にリーダー、ここですればいいのに、ここで済んだ。これがストロー生活ですよ。昼飯です。いいアイテムを手に入れました。まずは白粥、このドロドロのご飯を食います。
そして、なんといってもおかずを食いたいんで、無印のキーマカレー、ドドン。いただきます。早速。あ、めっちゃうまい。カレー食えると思わなかったな。うん、決まった。あともう一品ありまして、コーヒー、ここもセットするだけで吸わなくていいのか。夕食でございます。ということで、家なのでちょっと作りました。湯豆腐、4日目、お疲れした。ということで、作っていきましょう。湯豆腐、湯豆腐いけんじゃね。ポン酢入れて、あ、でも柔らかい、いけそう。いただきます。ポン酢が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 、肉食いて、魚食いて、白米食いて、気持ち悪い。顎したいとき、顎したいときはガソリンプリ。1週間ストロー生活5日目。トマツトマ、うん、やっぱ吸わないといけないっていうことがあるんで、なんか物をあんま食わなくなったり、やっぱこの生活して3キロぐらい落ちてるんですよね。すげえいいダイエット方法かもしれないです、そのストロー生活。はい、ストロー1週間生活5日目の夜、やっぱりちょっとね、ここへ来て挑戦します。白米、やっぱ白米食いたい。白米食うために私は茶漬け。全然食えなかった。無理だ、もうビールだけでいいや。さあ、皆さんこんにちは。本日ストロー生活が5日目ということですね。私遊びに来ましたので突撃したいと思います。どうもでございます。お前来んの知ってたろ。おい突撃って言ったんだろ、恥ずかしい。なんで、なんで、なになになんで来たのよ。いや冷やかしに入れよ、差し入れ。あ、味気のないものを食べてるって情報があるんだよ。いや、それはそうです。食いたがってたじゃないですか、ね、ストローで食えるということで、これだ、唐揚げくんレッド。食えるわけねえだろうが。一回やってみ。まずさ、そうじゃあもう一個。いや、めちゃくちゃ食いたい。じゃあスープ類ならいけんだろ。スープ類やったらいける。ドーン、おでーん。具によるのよ。ほら、いや食えるか、お前。串が入ってんの、一本。どうやって食うの、この串は。いただいたからさ。うん、熱くないの。いや、お前初日かよ。嬉しい、嬉しくないこれ。もう嫌がらせじゃん。匂い、もう品物だけ見せて。いや、分かったよ。ストローはもう持ってきたよ。卵ちゃんの感じ知ってます。余裕ある。卵を可愛くする余裕あるんだな。ちゃんと持ってきましたよ、ストローの差し入れを。いや、それを先にやってくれないと。どうも。もっと辛くなってんじゃねえか、これ。補正しもっとよ。いや、お前ここの労力、お前分かんないの。数労力。あ、そうか、労力がこれじゃダメと。労力がかかんないならいいんだろ。そうだよ、もう楽してご飯とか食いたいし。はい、出ました、うん、ハートのストロー。一緒じゃねえかよ。一緒じゃねえかよ、お前。誰が見ねえこの動画で、ここを。いや、もう勘弁してくださいよ。じゃあ、あなたが欲しかったものはこれでしょう。でーでー、じゃーん、でかこれでしょ。何でも食える。ということで、このストローをかけて今からミニゲームしたいと思います。え、そんなまだあんの。いや、けど俺も鬼じゃないんだろ。だから3回連続俺が勝ったら持ち帰ります。どえ、じゃんけん。あ、じゃんけんだろ、しかもミニゲームって、はい、ミニゲームじゃんけんってすな。やっぱ3回連続負けるような男にこれは渡せないよ、俺は。なるほど。3回連続負けなきゃいい。ああ、じゃあもう勝ちじゃん。オッケー、俺強えから。オッケーオッケー、ごめんなさい。最初はグッジャンパン、よしオッケー、一緒。最初はグッジャンパン、イエーイ。
嘘だろ、しゃ嘘だろ、行くぞー、最初のグッドバン、おお最初のグッドバン、あストロー入っ、あー出たね今、おお、さあ食ってる食ってる、おでん食ってる音がします、食い応え抜群、あ、いいね、穴がでかい、うん、行って行って、ね、肉食えた久しぶりだ、じゃあ頑張ってな、頑張ります、ありがたいな、多分いけるよ、じゃあちょっといただいていいですか、ドドン、シャワームです、うわこれはいけるでしょ、待ってこれ温めてるのに冷たお前、いやこれ冷たくても食べれるから、いける、おお、いけいけてるじゃん、うまいっしょ、うまい、うまいっしょ、ありがとうございます、うん、6日目の昼ご飯、攻めたね、攻めました、ポールジョン、あ、いけそうです、頑張れお、いいね、いけてんじゃん、結局吸う力が疲れるから、うん、なんかそのお腹いっぱいよりカロリー使ってる可能性がある、あ、なるほど、でも疲れてご飯やめるもんでも諦めるもうちょっとさ、汚いけど手使えばあれいいんだから、あ、手で持ち上げてストローですってこと、どじゃ置いて、そうで口に、そうそう口にあれして口に加えとけば、手で誘導させてあげる、なんでわかんねえ絶対わかるそう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 、よし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 よこれまでにない噛み応え、そして口で初挑戦、枝豆、あ、あったー、うんうん、見えます、肺活量も上がってんのかな、詰めてみました、うん、嬉しい、口の中にいっぱい物が入るから、1週間ストロー生活なのか目なのか目、まずは白米、うん、とこれもお世話になっています、無印良品さんのクリームバターチキン、こちらに挑戦します、うん、いけた、いやでも大発見、俺いけねえかなと思ったけどいけたわ、うん、ごちそうさまでした、いけた、さあ本日は日頃の疲れを癒しに銭湯にやってまいりました、風呂上がりやっぱりこれでしょ、でねー、牛乳いただこういただこういただこう、乾杯乾杯乾杯、うん、いないのよあと顔がおばさんなのよ湯煙の湯煙をこでですね、あのさっき始まって初めて風呂だったんで、まあそれはそうなんだけど、2人で来たんで裸見ましたけど、すっかり痩せてパリコレを歩く貧乳女になっちゃいましたスラッとしましたね、スラッとね、うん、スタイルが非常に良くなってましたね、そういう効果もあるんだなっていうのが分かりましたね、明日が最終日で本日7日目、あ、そうかそうか、うん、7日目のご飯でかっちょっと待って、罪よ、ごめんって、それストローで汚しに思ったよりすごいの来た
いけるいけるもうやめなぜないんだよ。1週間ストロー生活最終日、昼飯です。スパゲッティ食べます。もし本当に測ってさ、俺が169で168だとするさ、そしたらさ、普通に動画で撮ってすらもさ、うん、目に見えて分かるこの身長差は何が原因なの。よいしょ。さあ、というわけで見てもらいました。お疲れ様でした。つらかったね。いや、まあまあ、そう。おぉ、そして今なぜここに戻ってきたかというと、エンディングも残っていないから。てめえさん、やられねえ。ということで、まあ改めてね、お疲れ様でした。いや、よかったでした。はい、ちなみにエンディングに、めちゃめちゃ太いストローをね、俺らで、もうストローというか、あれは何ですか？ホース。ホース。ホース。ポンプみたいな。ポンプ。ポンプホース。ポンプで、ハンバーガーを無理やり食うみたいなくだりもあったんですけど、面白かったのにね。めちゃめちゃおもろかったけど、残ってないということでということでですね、次回ケメロジェの1週間生活でお会いしましょう。あのね、3つやるって言ってるから、これ3つやってますねということで、はい、見ていただいてありがとうございました。以上、ロクロックでした。でもさ、着せるとかあるもんね。そうそうそう、結局あの、手に匂いがつかないやつじゃん。いや、そうよ。これ街中じゃ吸えんぜ。吸えこれはなんだあいつ。あ、いいじゃないですか。ご視聴ありがとうございました。僕たちはですね、サブチャンネルやツイッターなどもやっておりますので、フォローの方お願いいたします。ということで、最後にケメロジェ、はい、絶対にやりたくない1週間生活何ですか。なんだろう、入れ歯安定剤10日生活。10日